京都三年坂に伊織を結んでいた歌人天田グアは1897明治30年10月伊織に登竜した漢学者桂子尊に託して庭になっていた柿と松茸を正岡式の病床に届けた式は令状をしたためたものの投函が遅れてしまう心配した具安は 古村に柿を寄せて歌を添えた。正岡は正木くてあるか柿の実の甘木とも言わずしぶきとも言わず。正木無事片づねる文明を古尊から示された四季も歌で返事をする。柿の実の甘木もありぬ柿の実の しぶきもありぬしぶきぞうまき未生で育ったゆかりの木が福島県いわき市の公園に立つこちらは種がない柿である庄内柿の原木は鶴岡市の住宅街で守り育てられているその祖酒井長領は苗木と脱獣方法を広めた 主力品種の平種なしは今に至り出荷の本格化に合わせて今日出発式を行う国内最古とされるラ・フランスの木が高畑町で今年も上質の果実を実らせたと19日付本市が報じた苗木は1903年頃に植栽されて樹勢は今も衰えない 庄内柿の原木が植えられたのは1885年頃。明治の風格を備えた先輩格の古木は今期も多くの柿を実らせる。